はい、ワサピーチューどうも、そうです。はい、ということで本日はですね、10月の12日の土曜日、現在朝の10時25分なんですけども、今日は、現在こちら原宿の方に、来ておりまして、今からこう千駄ヶ谷の方に向かうわけなんですけども、まあ、午前中からですね、こちら原宿の方に来てるということは、まあ、スニーカーの抽選なわけですよ。でですね、まあ、今日発売されるスニーカーなんですけど、これはですね、日本国内でのリリース発売っていうのは正直ずっとないと思ってたモデルですね。ジョーダン1の、ローカットのハワード大学、これがですね、まあ、今回発売されるんですけど、前々からですね、まあ、結構海外の方では情報、リーク情報っていうのが出てて、まあ、こういう、まあ、大学関連のモデルですね、その大学のその PE カラーであったりとかっていうのはあんまり日本国内って、なんだろう、あのダンクの青、あのダンクのカレッジカラーで使われてるミシガンであったりとか、ああいう大学のカラーに関してはですね、まあ、リリースあったりするんですけど、まあ、今回みたいなそのハワード大学ですね、まあ、こう日本であまりこう馴染みのないような大学のそのカラーモデルってあんまり国内こう展開ないじゃないですか。まあそれもあったんでね、まあなさそうだろうな、日本国内ないんだろうなって思ってたら、まあ日本国内あると。でまあ来てる途中になんですけど、スニーカーズ見てたらですね、10月の後半26日やったかなに、やっとスニーカーズの方でも表示されまして、まあ、そっちでも販売はあるんだけど、まあ、国内での発売っていうのはとりあえずまずはアトモスの方であると。でオンライン見てたらですね、まあ、9時から販売があったんですけど、今回ねその抽選販売じゃないんですよね。で一番最初そのアトモスのそのページができた時、出た時、発売情報が出た時なんですけど、最初抽選みたいな感じに書かれてたんですよ。まあ、それがね、あの気づいたらそれは変わってたので、おやまあと。だからそのあたりの抽選にするか先着にするかっていう、どっちにするかっていう決定をどうしてるかっていうのは正直分からへんねんけど、何をどうしてそう決めてるのか、だからもうそんなに、まあ、抽選するほどではないのかなっていう。でそのオンライン、アトモスの、ホームページですねにこう発売情報とか出たりするんやけど、その店舗での販売方法であったりとか出たりするんやけど、それがまあ一向にその発売のあれが出なくて、その販売方法が、あってことは店舗もこれ抽選じゃなくて先着順なんかと。だからまあそもそも日本国内で、まあ、ハワード大学っていう、まあ、知名度的なところもあるとは思うんやけども、まあ、狙ってる人は少ないのかなっていうので、まあ先着にしてな、先着にしてんのかな。まあでもウィークリーであったりとか紹介してても反応してる人はやっぱり少なかったんで、まあ、もしかしたら狙う人は少ないのかな。ただ個人的にはですね、ちょっとこれは欲しくて、まあ、やっぱりそういうね大学関連のモデルって、まあ、貴重っていうところもあるんやけども、やっぱりカラーですね、白ベースにネイビー赤って、もう俺からしたらもうマジでたまらんなと。これはね個人的にはカラー的にもそうだし欲しいと思ってるんですよ。あ今並び 3,4 人ぐらいしかおらんな。帰って動画撮ります。 A few moments later。 はい、ということで帰ってきました。ということでですね、まあ買ってきたのがまあこちらなんですけど、もう早速中を見ていきましょう。箱がこちらのカラーですね。いつもと違った箱の色味ですね。もうここ何年かなんですけど、ジョーダン1のその箱ですね、昔はもう黒赤で大体が統一されてたかなって思うんですけど、ここ数年の間ですね、もうスニーカーの色に合わせた箱の色に変わってることって多いですよね。個人的にはこう箱で管理してるので、こういった箱の色味の方がすぐわかるからありがたい。ということで、もう早速その肝心の中身がこちらでございます。ナイキエアジョーダン1レトロー OG ハワードユニバーシティでございます。はい、ということで今回紹介するスニーカー、買ってきた一足というのはこちらの一足です。まあ、この一足に関してはですね、まあ、正直日本国内での展開っていうのはないと思ってたので、まあ、国内展開というところだけにもですね、こうびっくりしてはいるんですけど、ただまあやっぱり数は少なかったですね。あのアトモスの千駄ヶ谷の店舗に行ってきたんですけど、千駄ヶ谷でですね各サイズ一足ずつっていう感じでした。でまあ昨日までですね、まあ欲しかったので、まあどこの店舗でこう販売があるんかなと思って、その各店舗のそのインスタであったりとか、あとはホームページのリリース情報であったりとか、そのあたりをですね、まあ
ずっと確認してたんですけど、全然更新されなくて。で、唯一更新されたのがアトモス千駄ヶ谷のインスタのみやったんですけど、結局その東京23であったりとか、アトモスの他の店舗での販売っていうのもあったみたいですね。見逃してたんかな。で、今月末にですね、スニーカーズでの販売っていうところも決定した今回のこのモデルの説明なんですけど、アフリカ系アメリカ人の高等教育機関として設立された大学やカレッジ、歴史的黒人大学、ヒストリカリーブラックカレッジーズ&ユニバーシティーズ、通称 HBCU。 去年海外ではですね、この HBCU をフィーチャーしたターミネーターが展開されました。で、今回のこのエアジョーダン1なんですけど、同じく HBCU の大学でワシントン DC にあるハワード大学、このハワード大学は2022年からジョーダンブランドとパートナーシップを締結してまして、今年2024年にはエアジョーダン1ローの PE モデルが250足関係者に配布されました。で、まあ、このハワード大学で言えばですね、マーベル映画のブラックパンサー役であったりとか、あとはジャッキー・ロビンソンの映画でジャッキー・ロビンソン役を演じてたチャドウィック・ボーズマンの主人公でもあります。個人的にはそれだけでも欲しになる。で、今回発売されたこのローカットのエアジョーダン1ですね、そのハワード大学のチームカラーで配色したデザインになるんですけど、前にですね、ジョーダンシリーズでなんですけど、UNC であったりとか、ミシガンであったりとか、あとオレゴンであったりとか、そのあたりの大学のチームカラーで配色したエアジョーダンシリーズっていうのが展開されたんですよ。で、そのあたりのモデルっていうのは元々選手に配布されたモデルっていうのがありまして、それも一般販売バージョンのようなものがあったんですよ。それと同じような形になるのかなと思います。はい、ということでですね、まあ詳しいデザインっていうところをこうよりで、いろいろ見ていきたいなと思うんですけど、まあ今回そのハワード大学のモデルといってですね、こう特筆してこう特別こう違った部分があるというわけではないです。そのハワード大学のチームカラーですねの、白、ネイビー、赤で配色したローカットのエアジョーダン1で、その選手に配布されたモデルであればですね、このインソールの部分にですね、その大学のチームロゴっていうのが入ってたんですけど、まあ今回のモデルですね、これに関しては普通のナイキエアのロゴ。その去年、海外の方で展開されたターミネーターに関してはですね、シュータンの部分にがっつりチームロゴっていうのが入ってたんですけど、まあそういったものは見られないですね。で、今年ですね、その大学の関係者などに配布されたモデルにはですね、つま先の部分にミニスッシュっていうのがついてたんですけど、今回のモデルっていうのも、一般販売されたモデルも同じようにミニスッシュっていうのが配置されています。まあ、このつま先のミニスッシュですね、これがいらんっていう方もですね、まあ中にはいらっしゃるかなとは思うんですけど、まあそういったところがあるのかなと。今回これがついた理由としては、まあ、それ以外に関してはですね、まあ、特別何かが違うっていうところはまあ特にはないかな。まあ、この配色パターンですね、白、ネイビー、赤、もうこれがもう好みすぎる。で、付属でですね、ネイビーのシューレースっていうのも付属されています。はい、ということで履いてみました。こんな感じですね。まあ、これに関してはですね、そんなに大きくデザインに違いがあるとかそういうわけではないので、まあそんなに喋ることっていうのも多くはないんですけど、ただカラーリング的にもですね、白ベースにネイビーと赤っていうところなので、まあ使い勝手もすごいいいんじゃないかなとは思います。まあ、ちょうど今日被ってたインディアンスのキャップにもハマるし。で、今回のこの一足ですね、10月の26日にですね、スニーカーズの方でも販売があります。まあ、個人的にはもうこのカラーですよね、白、ネイビー、赤、この組み合わせがもう最高すぎるので。で、あとはね、やっぱりその大学関連のモデルですよね。あまりこう日本に馴染みのない、日本人にとっては馴染みのないような大学のモデルであったりとか、そういったモデルって海外限定やったりとかもしたんですけど、そういったモデルの展開っていうところが増え出したのが嬉しい。まあ欲を言うのであれば、もう大学のロゴであったりとか、そのあたりは残しといてほしいんですけど、多分それをすると多分買いたい欲しいっていう人が、まあマニアックすぎるから減るのかなとも思ったり。どうなんでしょうね。僕はつけといた方がいいなとも思うんですけど、多分権利関連のいろいろあるんだろうな。はい、ということで本日はですね、こちらナイキエアジョーダン1レトロ OG のハワードユニバーシティの紹介を買ってきたという動画でした。本日の動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録、そして通知もよろしくお願いします。また次回動画でお会いいたしましょう。 See you later. バイバイ。